皆さんおはようございます。カプリです。こんな髪の毛ですみません。今日は何もしてない。朝いつものようにこうやってツン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 。今日は娘が来るんですけど、夕方なんですよね。私何したらいいの？なんか友達と遊ぶみたい、いとこの子と遊ぶみたいで、夜ね。なんだこの髪の毛。ほんと癖っ毛でしょ？これほんとね、フルツヤしないと、すごい髪の毛ですよね。でも動画アップしてる私は何なんだ。なんかね、ほんとお盆だからかな、車が多いですね。私もどっか行こうかな。で、娘が来るからね、困ったもんだ。今8時17分です。どう、みんなお盆は満喫しているかい？もしかしてこう何ですか、あの同窓会とかあったりしてるんじゃないですか？同窓会とか私もうずっと行ってないな。言ってない、本当に。今薬を飲んでこのイライラを収めてるわけなんですけど、なんかこうね、イライラというかね、そわそわというかね、落ち着いてらんないみたいな、そんな感じなんですよね。なんでかな、なんだかな。母上様お元気ですか、夕べ杉の小杖に明るく光る星一つ見つけました。知ってます、この歌。一休さんの歌なんですよ。ダメ、歌うなとまたトムが言ってます。わかりました、歌いません。もう歌いません。とも、おはようさん、おはようする、おはようする。あ、逃げました逃げました。この髪の毛なんだこれ、何ブルツヤしようかね。このイライラを抑えてくれ、誰か抑えてくれ。本当にもうね、やだわ。本当にやだわ。卒業をしてから、あ、どうかな、恋も二度目なら少しは上手に愛のメッセージ伝えたい。
声がねちょっとねガラガラなんでね、何歌ってもダメです。じゃあまたぐしゃぐしゃ髪の毛でごめんなさい、ごめんちゃい。じゃあバイナラバイナラバイナラ。